美穂ちゃんと肉の里商店江崎本店にやってきました。でここの江崎本店も、まあ、最近できたということなんで、あのランチを食べに来ました。これじゃん、これじゃん、佐藤のランチ。A 定食、B 定食、和牛定食、ホルモンミックス定食がありまして、普通に定食って言えばいいよね。
じゃあこれを。めっちゃ美味しい。焼き鳥っぽい。わかる？これ卵欲しい。卵欲しい。卵。え、これすごい。焼きしゃぶってあるじゃん、焼き肉店とか。だから高級料理店とかにしかないような、あの高いやつの感じがするやん。おぉ、とろける感じ。そうそう。で、卵に絡めたらめっちゃ、この醤油系の味のタレにつけた後に、卵に絡めると、絶対美味しい。なんと卵をいただきました今日は特別にということですけども、あの美味しかったら考えてくれるっぽいから、ね、定番メニューでもこれ焼きしゃぶのやつだよって言われたくない？肉だよね、これめっちゃ美味しいもん、これこの肉が。始めました。岡山のグルメはこちらからです。インスタグラムで検索してね。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも